適正的青は、中国の北宋の武将。字は、関心。文明優遇の北宋において、一兵卒から叩き上げで将軍の位まで出世した、稀有な人物。庶民からの人気も高く、適正演技、万花郎演技の主人公として活躍してもいる。武人ではあるが、春秋刺し伝を愛読し、兵法、歴史にも通じていたという。適正は、 川州、西川の貧下に生まれた。ここは、もともと異民族の侵入しやすい土地柄であったため、適性は武術に励んだ。貧下の出身だったが、汽車に優れていた。宝元年間に、そう、聖火戦争に従軍し、前線で活躍する。四年の間に二十五回も大きな戦いに参加し、敵の流れ屋を受けること八度という激戦の中、多くの城を落とし、 5700の捕虜を得るという戦果をあげる。この時、敵生は兜を被らず、銅の面をつけ、残腹紙で戦ったそうであるが、この姿を見た聖火兵は彼を恐れ、あえて近寄ろうとする者はいなかったという。喜び歴4年に聖火との飽きがなると、しばらくは現地で勤めていたが、1052年には、数密福祉に任命され、都で勤務する。 この枢密福祉は、軍事の副長官に該当する職で、大抵の場合は、分官がなるものなので、武官上がりの適性がこれを務めるのは、異例のことであった。しかし、高原州の和志里氏だが、河南で反乱を起こすと、その平定のため再び前線に出ることになる。この時、官軍はあまりに士気が、低く、どうにもならない状況であった。そこで適性は、 今から銅線を100枚投げるが、これで、すべて票が出るようなことがあるなら、これは、神のお告げである。必ず官軍は勝つと発言した。このような確率的にありえないことが起こるとは、到底思えなかった部下が適正をいさめたが、構わず、適正は銅線を投げた。すると、すべて票を向けて転がった。実は、この銅線はあらかじめ適正が用意した。 もともと表しかない動線によるイカ様だったが、そうと知らない兵らは大いに指揮を上げ、わしさとしだかの反乱軍を平定したという。反乱平定の功績により、テキは武漢の最高位である、ス密正史にまで出世した。だが、テキの余勢はあまり幸福なものではなかった。あまりに出世しすぎたため朝廷から疑われ、イタリア3年には、ス密正史を免職され、 真州長官となる。その後も、朝廷の監視を受け、翌年に死す。去年49。ありがとうございます。